続きまして続いてのね特別ゲストもね呼んでいこうと思います。今回ねもう本当にいつもはこんなことしないけど七森くんのお誘いならっていうことでねもう特別に来てくれましたリオンさんでーす。はいはいはい。リオンさん、どうした？ちょっとリオンさんに本当謝らなきゃいけないことがあって。どうしたの？この前僕個人の放送の時にちょっといけないこと言っちゃって、まあ、誰と仲良くしたいかみたいな話してたんですよ。あ、リトラくんとリネコくんと、いやリケンくんだ、リトラくんとリケンくんと一緒に原宿の竹下通り歩きたいみたいな話してたんですけど、正直リオンさんとあまり関わりたくないみたいな話しちゃったんですよね。え、それはいかなる理由で？なんか絡みづらいなって。まあ人と人だからね、絡みづらい相手も。本当に申し訳ないっす、なんか言っちゃって。まあ確かに実際今結構絡みづらいですよね。そう、どうしますかこの空気。そうだね、久しぶりにこんな気まずい気持ちになったかもしれない。あ、気まずい。あ、ちょ、やばい。帰ろっかな。聞きたいこととかないな。あ、どうしよう。あれ、いつも弟と遊んでくれてありがとう。あ、その部分だけは本当に、うん、ありがとう。うん。あ、うん、うん。あ、じゃ、リオンさん、ちょ、聞いてもいいっすか。あ、はい、うん。リトラ君って家でどんな感じなんすか。あ、ちょっと内弁慶な感じで。内弁慶。内弁慶な感じで。うん、ちょっとお母さんとかにツンツンで接したりしてるかな。ああ、どんな感じっすか。あれだね、なんで今日はハンバーグなんすか、お母ちゃん。あれ、なんかあれ再現されてる。うん、お再現無理、再現無理。おうん、で、感じかな、そういう感じかな。だから、うん、ご飯作ってくれたのに、え、ハンバーグって結構レアじゃない？あ、ちょっと、そうなのに、今ちょっと、文句言っちゃう。言っちゃうみたいな。でも、美味しく食べちゃうみたいな。あ、そうそうそう、そうだね。いやー、いいっすよね、リトラくん。そうだね。うん、僕、すごい好きで。もらってもいいっすか？連れて帰って。でもいいっすか。あ、そうだね、代わりに何か等価交換で七森丸あげます。あ、七森丸はちょっと家にいたら困る。弟にどうですか。弟に七森丸はちょっと結構きついかもしれない。七森丸いろいろ作りますよ。あ、七森丸いろいろ作れるんだ。エンジニアなんで。やっぱああいうオタク系のキャラはみんなエンジニアに、エンジニアに。だいたいエンジニアです。エンジニアでハッカーです。あ、そうなんだ。うん、うん、でもちょっといらないから。やばい、気まずいな。ちょっと頑張って膨らましたんだけど、リオンさん絡みさいな。なんか、あ、今日いい天気っすね。もう夜だけどね。やばいな。あ、絡みづらいな。どうしよう。あ、リオンさん、好きなご飯とかあるんすか？あ、肉とかやっぱ好きだね。ステーキとか。会員は終わっちゃったな。どうしよう。長森くんは何がご飯？あ、僕、あんまり、好きなご飯とかないっすね。まあ、蒙古タンメンとかすっかね。そうなんだ。はい。美味しいよね。美味しい。あ、食べたことあります、リオンさん。あるよ。お、カップ麺ですか、お店ですか。あ、どっちもあるよ。お、一緒。
おいおい、え、お店、え、どこの店行ったんすか？あの、渋谷の、あの、下がってくとこ。ああ、そうだね、わーっと降りてくとこっすか？あ、うんうんうん、いいっすよな、東宝シネマの横っすよね。ああ、詳しいね。そうだね、ちょっと地下のね。え、なんで行くことになったんすか？一人ですか？いや、友達が行こうってことで。それ、俺っすね。多分俺っすね、それ。もしや。俺っすかね。誤解か。違うか。さあ、ということでね、次のね、特別ゲストに呼んでいこうと思います。今回ね。はい、そういう時なかなか呼ばれないなって寂しがってたんで彼を呼びました。こちらからのオファーではありません。向こうからね、逆オファー来ました。誰だ？ストプリじゃない、彼出たがってます。誰だ？呼んでいきましょう。リケンくんでーす。はいはい、リケンくん。いつもね、僕呼ばれないんだよ。確かにリケンくんなんか影薄いよね、ちょっと。いや、そんなことで、僕一番最初に結構初期の方からいるのに、あんまり触れられてないよね。そうなんだよね、ちょっと。悔しかった、最近。リトラ君がなんかいっぱい出るから。なので、はい、前回の七森放送の時に、リケン君と、はいはいはい、リケン君と、リケン君？リケン君とリトラ君の二人と一緒に原宿行きたいって話してたんすよ。あ、僕とは行きたいな。うん。え、なんで？なんか、化学反応起きそうだから、リトラ君と。ああ、確かに。まあ、あんまり絡まないからね、普段。え、起こす？あれ？化学、あ、なんか、やばい、接しづらいな。あれ？なんだろう？なんか、あれ？ちょっと。やばい、嫌われてるかな、俺、リケン君に。いや、あ、全然。あ、七森君、よく、友達にご飯をおごるって聞いたから。金か。僕にもおごってくる。金か。金か。うん、僕にもおごってくれる？全然おごるよ、ペイペイで。あ、ありがとう、うん、ありがとう。ね、クイックペイ、クイックペイでおごるよ。うん。あ、クイックペイでありがとう、ね。うん、全然払うよ、俺。クイックペイかペイペイで。うん。どこ行きたい？どこ行きたい？銀座。銀座？銀座？銀座のちょっと高いとこ行きたいね。銀座なあくん知らないよ。あ、とりあえず食べログで探そう。え、どこ貼って今調べて銀座のどこ行く？僕食べログだけプレミアムだからね。おい、食べログプレミアムなの？僕食べログプレミアムだよ。リケン君裏で何やってんの？え、あんま行かないけど、このお店だけ見てる。で、肉と寿司どっちがいい？今俺も調べるから。食べログ。あー、食べログ、はい、銀座。でもお寿司が多そうだよ。でもじゃあ寿司ね。食べログ銀座寿司。食べログ銀座寿司、うん、銀座新橋有楽町寿司って出てきたよ。すごいよ、ほら星 4.5 があるよ。ほらどれ貼って。ほら、よ 4.5? ほら、すごいよ。すごいね。、うん、これ回らないお寿司屋さんだね、これ。ガチの。なんかドラマとかで見るやつだね。これすごいね。リケン君ちょっと。びっくりした。こんなにすごい寿司屋あんま見ないよ。お財布と相談してもいいかな。あ、そうだね。ちょっと、ま、相談した上でもう一回連絡してくれるかな。そうね。ちょっとまた連絡一回させてほしい、はい、うん。楽しみに待ってるね。お小遣い貯めてからじゃないとちょっといけないかもしれない。じゃあ名古屋ドーム終わったあたりで。まあ、なんかね、はい、余裕が2月中に、うん、あ、はい、いやいや、こっちから時間とかスケジュールはね、連絡するから。あ、いや、とりあえず2月中にご飯買わね。これあれだ、あとあとなんか逃がさないようにとりあえずこのぐらいの時期にって予定を決めとくやつだ。ね、じゃあ2月にまた連絡するね。うん、はい、リトラ君も一緒に呼んでいいかな。あ、考えとくね。え、なんで何考えとくって、なんで。リトラ君呼んでよ。考えとくね。あ、分かった。じゃあそこもまたね、あの LINE、フェイスブックメッセンジャーで、うん。あれ
うん、LINE で。そう、TikTok メッセージは、メッセージで。いや、LINE で。LINE か。LINE か。連絡するの LINE で。OK、また連絡するの。はい、あ、お疲れ。はい、うん、2月ね。バイバイ。はい。さあ、続きまして、続いてのね、メインパーソナリティ呼んでいいっすか？もう、そろそろ。誰だー？リーヌくん！はーい！リーヌくんも大変だったよ、もう。大変だったの、なーくん。どうしたの？だって今俺たちの目の前にさ、ゲスト5人ぐらいいるよ。すごい行列だね。すごいいるよ。すごいね。なんか、でも、全然、やっと出た感ないけどな、俺、なんか。なんかずっと喋ってた気もするね。なんかずっと喋ってた気がするね。